はい、それでは時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。最初にちょっとご連絡があるんですが、本日東京大学のこの会場避難訓練をやる予定になってまして、2時ぐらいにちょっとアナウンスのノイズが入るかもしれませんので、ちょっとだけ中断する時間があるかもしれません。その点ちょっとご了承ください。では始めたいと思います。本日は分子科学研究所石村先生にお越しいただきました。それではよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。分子科学研究所の石村です。今日は量子化学計算プログラムスマッシュのこれまでの開発と公開、そしてこれからの開発に向けた課題などについてご紹介したいと思います。本日の詳細な内容ですが、まず簡単な自己紹介をして、その後スマッシュプログラムの概要をご説明します。その後、さまざまな量子化学分野のプログラムがこれまで開発されていますので、それらの紹介をした後、スマッシュの開発を始めた経緯について説明します。その後、スマッシュのアルゴリズムとパフォーマンスを紹介した後、プログラムの公開までの準備、また公開後どういったことがあったか、そして、今後の開発の課題について、説明した後最後をまとめます。まず、自己紹介ですけども、計算機に関するところだけ、書いてみました。計算機自体は私は大学の授業で初めて触りました。今は高校で、情報の授業があるようですけれども、私の時はなかったので、大学で、初めてコンピューターを使い始め、学部の3年の前半までは、実験、特に有機化学の実験の方に進む予定だったんですけれども、3年の後半で受けた、中辻浩先生の、化学数学という授業だったと思いますが、その授業を受けて、その時に様々な、研究の紹介もされて、それで理論計算に興味を持ち、方向転換をしました。学部4年で研究室に所属してから本格的に計算機を使い始め、計算実行、そしてプログラミングを始めました。学生時代は、の開発は、ゲーム数本土、ほとんど同じようなプログラムですが、これらをベースに行っていました。学位取得までは PC クラスター程度の高速化並列化までの研究しか行っていなかったんですけども、その後、スパコンの利用を始めました。本格的に使い始めたスパコンが、クレイの XT4、XT5。これが、6、7年ぐらい前になりますが、XT4 が1ノード4コア、XT5 が1ノード8コアとなって、ちょうどこの、8コアになってきた、なって、NPI、OpenMP のハイブリッド並列の効果が出だしたということで、非常にその大規模並列に取り組んだ時のタイミングと、それを活かせるハードウェアが出てきたタイミングが一致していて、非常にラッキーだったなと、今振り返って思います。当時はゲームソを使って開発を行っていました。その後、神戸大学に移って、神戸大学の天野先生が開発している、ゲランプログラム。これを、K コンピューター向けのアルゴリズム開発を実装行って、計数十万コアを使うというところまでやってきました。その後、CMSI、TCCI に所属してから、3年半前になりますが、それからは、独自のプログラム、スマッシュの開発を始めました。ということで、ここで言いたいのは、小さい頃から、小学生、中学生の頃からプログラミングされている方は、これまで講師の方にいらっしゃいましたけども、そうでなくても、今の、若い学生、ポスドクの方でも、頑張って、気合さえあれば、スパコンレベル向けの開発もできるということが分かっていただければ幸いです。続いて、スマッシュプログラムの概要です。
特徴としては大規模並列、これが一番の、キーポイントとなっています。スマッシュというのは、私の個人的な趣味のバドミントンから持ってきました。ですのでこのスケーラブルモレキュラーアナリシスというのは、まあ、後付けではありますが、それで、このロゴ自体は、CMSI のマテリアプスの方で作っていただきました。ライセンスはApache 2.0 のオープンソースで、こちらに書かれている URL から、ソースフォージからダウンロードすることができます。ですので、特に登録等も必要なく、クリックを何回かするだけで、ダウンロードできます。これは2014年9月1日、1年、数ヶ月前に公開して、これまで2回のバージョンアップを行っています。対象としているマシンはスカラ型 CPU を搭載した計算機で、PC クラスターから、K コンピューターまでスパコンまで、幅広くサポートすると。ただ、GPGPU だけはまだ、まだ手が回っておらず対応できておりません。そして、エネルギー微分、構造最適化計算など実用的なところを重点的に整備していて、現時点ではハートリーホック DFT MP2 計算が可能となっています。 MPI オープン MP ハイブリッド並列を設計段階から考慮したアルゴリズムプログラム開発を行っていて、特に変数の取り方とか、あとサブルーチンの引数、こういったところをしっかりとプログラムを書く前に仕分けて作っております。言語はフォートラン90と95、そしてプログラム開発の面からの特徴としては、一電子積分や二電子積分など頻繁に使う計算のルーチンはライブラリー化をしており、様々なところで使われますから、これをただ呼び出すだけで、例えば行列演算のブラスライブラリーのようにただ呼び出すだけで簡単に使えるというふうにしていますので、開発コストを削減しております。また容易にこの部分だけ、ルーチンだけ抜き出すこともできますから、他のプログラムへの移植というのも容易に行うことができます。これまで電子相関計算ではたくさんのデータが、中間データが出てきますので、それをハードディスクに蓄えるということがよく行われてきたんですけれども、これから、まあ、現在そしてこれからの特にスパコンでは、各ノードにハードディスクを持たずに、ネットワーク越しに大きなワーク領域を持つというシステムが増えてきてますので、そういったシステムで、大容量のデータをディスクに書き込むというのは非常に効率が悪いということで、スマッシュでは、もうメモリ上に分散保存するということを考えています。K コンピューターですと、1ノードあたり 16GB ですけども、K 全体では 1PB、非常に大きなメモリ空間が使えますから、そういったスパコンでは、分散して、することで、大きなデータを蓄えるということは可能だと考えています。公開からの1年間でダウンロード数は309、そのうち海外からは約 20% でした。学会等でしかプログラムの紹介をしてなかったんですけども、周りの方々がメールやツイッターなどで紹介してくれて、このぐらいの数にまで増えたと思っています。ウェブサイトはこちらの通りで、ソースフォージに作っております。こちらの、この、ダウンロードのボタンを押すと、左側のページに飛んでいき、それぞれの種類のバージョンのソースコードとマニュアルがあります。ソースコードの他に、日本語のマニュアル PDF で作っておりまして、こちらもクリックだけ一つで、ダウンロードすることができます。さて、量子化学計算プログラムについて、これまで30年、40年、
数多くのプログラムが開発されてきました。その中で一番よく使われているのはガーシアン。これはもう国内海外問わず、幅広く使われていて、並列化に関してもされているんですけれども、プロセス間並列はリンダライブラリーという、今となってはちょっと古いものをが使われています。他に、よく使われるのはゲームスプログラムで、こちらも、MPI、 こちら MPI で並列化されています。また MPI 以外にも独自の、DDI ライブラリーがありまして、基本的には MPI と同じ機能を持っています。他にも海外で開発、複数ものが開発されていて、ここに書かれているのは、特に高精度な手法が得意なものをリストアップしています。そして、後半下半分は、国内で開発されているもので、おそらくこれらすべて、もうすでに K で動いているプログラムだと思います。ここに書いてるのは本当にごく一部で、これまで数多く、開発されてきました。そして、この中で、やはり特筆すべきなのはガウシアンで、サポートしている計算方法ですとか収束方法、いろんなさまざまなテクニック、また計算が終わった後の解析方法の数、またシンプルな入力形式やサンプルインプットとマニュアル、これもかなり数多く整備されています。さらに GUI の対応、これはすべてやはりガオシャンがかなり飛び抜けていて、ユーザー視点では非常に使いやすい、最も使いやすいプログラムだと思います。もう少し細かく見てみますと、ガウシアン09のソースコードは180万行以上ということで、非常に大きなコードとなっています。そして、計算流したときに初めに出てくる開発者の一覧を見てみますと、このように数多くの研究者がかかっていることがわかります。中に見てみますと、日本人の方も複数入っています。これまで、リンダライブラリーでプロセス間並列化されていて、MPI 版の開発の噂も時々聞くんですけども、私自身は詳しいことはわかりませんし、今のところ表には出てきてないのかなと思います。これだけ大きなプログラムになると、大規模並列化の対応というのは非常に、困難だと思われます。ですので、ごく一部の計算方法だけ大規模並列化するとか、そういったことは可能だと思いますが、ガウシアン全体の大規模並列化というのは、無理ではないかと思われます。そして、GUI、ガウスビューは非常に便利でして、私も時々使うんですけれども、入力の作成、構造、分子の構造を作る時もそうですし、あと出力の表示、収束した構造を見るとか、あと、分子軌道、電荷分布、また振動モード、そういったものも簡単に表示すること、アウトプットから表示することができて非常に便利となっています。また、分子圏の計算、スパコンセンターには、キューイングシステムの通常のジョブ投入コマンド以外に、ガウシアン用の専用の投入コマンドも用意されていると。いうことで、ガウシアンの利用件数は非常に多くなっています。また、実験研究者の利用も多いと聞いています。こういった中で、新しいプログラムを作るということを考えると、やはり大規模並列化、そこで、特色を出すしかないのかなと考えて、私は、スマッシュを開発し始めました。では、ここからは、スマッシュを開発するまでの経緯についてご紹介します。開発前の取り組みとして、ここでは2つ挙げています。1つが、高速化、1コアでの並列、1コアでの高速化で、新たな原子軌道二連積分計算アルゴリズムの開発。もう1つが、並列化で、ハートリフォック計算の
NPR、OpenNP、ハイブリッドの計算アルゴリズムの開発と、それらのゲームスプログラムへの実装についてご紹介します。ハートリフ計算はこちらのように書かれているように、この固有値問題を解くわけですけれども、対角化したい行列 F、北行列に求めたい固有ベクトル C、分子軌道係数が入っているために、一度対角化するだけでは答えは出ずに、下に書いている通り、分子軌道が収束するまで繰り返し計算を行うことになります。ここで、最も計算コストが大きいのが、ここに書かれている原子軌道 AO の二電子積分。この計算が、ハトリ計算の9割以上を占める最も計算コストの高い部分となっています。この計算の高速化と並列化について、この後ご紹介します。この原子軌道二電子積分は、大半の量子化を計算で必要となる項で、ハートリホック DFT だけではなくて、その後の、高精度電子相関計算でも使われます。これまでに数多くの方法が提案されてきていて、その中で私は2つに着目して、それらのいいとこ取りをして、新たなアルゴリズムを考えました。一つが、ポープルヘレ法で、座標軸を回転させることにより演算量を減らす方法です。ここの右の図のに書いているように、4つの中心 A、B、C、D がありますが、この AB 上に Z 軸を持ってくる。そして CD に垂直になるように Y 軸を持ってくる。このように座標軸を回転させることで、0になる成分や一定値になる成分が数多く出てきて、式の上から演算量を減らすことができます。もう一つがマクマキーデビッドソン法で、全可式を用いて、SSSS 型から軌道確認量を効率的に上げていく方法で、これらの二つを組み合わせて、まず座標軸を回転させ、回転させた座標上で全可式を用いて確認量を上げる。そして、座標軸を元に戻すと。こういった手順で、大幅に、演算量を減らすことができ、高速、プログラムを作ることができました。これまで SSSS 型から DDDD 型までの20種類の積分ルーチンを作ったんですけども、これはトータルで、約2万行になりました。これを全部手で書いてると、書くのは不可能で、フォートランとパールを使って、自動生成をしました。このフォートランとパールを使って、フォートランの、その計算ルーチンコードを吐き出したということです。これをゲームスに実装したところ、2割から4割計算時間を短縮することができて、2005年から正式に導入されています。2005年には一部導入され、2008年に、D 関数まで含めた、20種類すべてが、正式に導入されていて、今のところデフォルトのルーチンとして使われています。もう一つが並列化で、先ほどの二電子積分計算の振り分けについてです。左側に並列化前のループ構造を書いています。このように40ループの中で計算して北行列に足し込むということで、見た目は非常にシンプルです。これを NPI と OpenNP のハイブリッド並列を行ったコードが右側となっています。赤で書いているのが OpenNP の部分で、青で書いている部分が NPI での部分です。OpenNP による振り分けのコストを極力減らすために、OpenNP 並列は一番外側のループに持ってきました。またこのループ構造を見てみますと、内側に行くほどループの回転数が短くなってきますので、振り分けるインデックスの数を増やすためにも、外側に持ってきております。また、この、内側の計算量に関しては、
こう一番外のループのミューが大きければ大きいほど内側の回転数が大きくなって計算量が増えるということで、計算量が大きいものから小さいものへ、このようにループの回し方も工夫して、さらにオープン NP の振り分け、ここを動的にすることで極力負荷分散を均等にするような工夫を行っています。もう一つが NPI の振り分けで、40ループの3番目のループを振り分けています。よく用いられるのが、ここにカウンターを挟んで、if 文を使って判断するということをされるんですけれども、そうするとそのカウンターと if 文までは全てのプロセスが走るということで、プロセス数が多くなるとそのコストが大きくなって、相対的に大きくなって並列化効率があまり上がらないということがよく起きますので、ここではカウンターを、内側にカウンターを持ってくるのではなくて、一つ外側のループでカウンターを簡単に回して、さらにあまりの計算をすることで3番目のループはどこから走るかというのをあらかじめ計算して振り分けの操作を行っています。こうすることで NPI の振り分けの余分なコストもほぼゼロにすることができて、非常に高い並列効率を出すことができています。そしてオープン NP 領域が終わった後に、最後にフォック行列、各プロセスが持っている部分的なフォック行列を集めるということで、ハイブリッド並列を達成しています。NPI はすでにゲームスに導入されていたので、NPI に関する追加のコストはほとんどありませんでした。しかし、オープン NPI は導入されていなかったので、大幅なコードの書き換えをゲームスに行いました。まず、オープン NP 領域のすべての変数について、スレッド間で共有するか別々の値を持つかを分類しました。そして、プライベート、別々の値を持つべき顧問変数は、スレッドプライベートを使わずに、サブルーチンの引数に変更して、余分なコストを極力削減しました。さらに、引数の数、サブルーチンの引数の数が多くなると計算時間が増えるという現象が出てきたために、その引数の数を減らすため、 XYZ などスカラ変数を XYZ 配列に書き換えるなど、引数に書く、ずらずらずらと書く数を減らすということも行いました。さらに初期起動計算などの高速化並列化も行いまして、こちら書いている式のように行列演算、できるだけ行列演算になるような式を用いて高速化並列化を行っています。さらに SCF 繰り返し計算の途中は対角化をせずに、ニュートン・ラフソン法をもとにしたセカンドオーダー SCF を採用して、対角化自体は繰り返し計算の最初と最後の2回のみに減らしております。そしてハートリホックのエネルギー並列計算の条件はこちらの通りで、クレイの XT5、これが1ノード8コアで、原子数が約100の計で行いました。こちらが結果で、上の図が全計算時間、インプットを読んでから計算が終わるまでトータルの時間の並列加速率を表しています。この黒いラインがオリジナルのゲームスで NPI のみで並列化した場合です。そしてこの青いのが改良版で NPI のみで並列化した場合、ここの違いとしては初期起動計算の改良が挙げられます。ですので、初期起動の、少ないコア数では あまり目立たないものでも、大規模な並列計算では無視ができなくなる。そこもしっかりと高速化並列化していく必要があるということがわかります。さらに赤いラインがハイブリッド並列化
の結果で、さらに並列加速率は向上しています。下のテーブルにあるように、並列、計算時間が減っただけではなくて、並列加速率が良くなっただけではなくて、もちろん計算時間も大幅に減っております。でまとめますと、書いている通りで、特にポイントとしては、ここの OpenMP を導入するために、ゲームスの大幅な書き換えを行ったことです。もともと、顧問変数を多く使われているんですけれども、これをサブルーチンの引数に変更するなど、書き換えたために、ハートリホック及び DFT 計算しか実行できないコードになりました。やはり顧問変数、まあ、モジュールも含めてもいいかもしれませんが、これらが多く使われているプログラムに OpenMP を導入して、計算時間削減と並列化効率向上を両立させるのは非常に大変だなというのが、この時の感想です。そこで、こういったことをやっても、特定の計算しか実行できないために、ゲームスに頑張って改良したコードを入れてもらうことはできません。し、さらに、大規模な、計算アルゴリズムを開発するためにはもう設計段階からしっかりと考えた新たなプログラムが必要だろうと考えました。そこで、新しく作ろうと思ったんですけども、その時の開発方針としてはこちらに挙げている通りです。キーワードはシンプル。これは、計算の実行方法、また入力インプットの形式、さらにライセンス、これらはユーザー視点のもので、さらに開発ライセンスについては、ライセンス開発については開発者視点で、さまざまな機能を使い加えるとか、一部だけ抜き出すとか、そういったことがやりやすいようにプログラムの構造もシンプルにしていくということを念頭に置いて、開発を始めました。そして、MPI と OpenMP のハイブリッド並列化と高速計算アルゴリズムを実装して、一つのプログラムで、スカラ型 CPU 搭載の計算機を全体をカバーしようと考えました。ここに書いている通り、演算量や通信量を削減しつつ、均等な負荷分散を行うと。そして、今後ノードあたりのコストはさらに増加するので、特に OpenMP はしっかりと力を入れて、アルゴリズムの開発とプログラミングをやっていくと。そして、K とおそらくここは予想ですけども、ポスト K も研究室レベルの計算機と基本的な構成は似ているのではないかと思われます。 K に関してはこれ似ていて、K で開発していたものが手元の計算、研究室の計算機でもきちんと性能が出るということが実際多く、そういった成果が得られていると思いますので、ポスト系でも向けて開発したものが、ただポスト系だけではなくて、通常の計算、日常の研究でもの底上げにもつながると考えられます。そして、よく用いられる計算ルーチンのライブラリー化とモジュール化、あとオープンソースライセンスで配布と。ますます計算機は複雑になっていくと思われます。そういった計算機を理解した上で、適切な式とかアルゴリズムや近似を開発、選択して、プログラムを作る必要があり、開発コストはますます増えていきます。ですから、そのコストを削減するというのは、もう不可欠となります。ですから、複数の人が同じような開発やチューニングをしないような仕組みを作っていかないといけない。そのためには、共通する部分はもう共有していこうということが、ますます重要になるのではないかと思います。また、
早々公開することで、技術やノウハウを共有することができますし、またこれから若い人が参入するときの勉強材料にもなると思います。そして、計算機科学との連携を考えると、このオープンソースというのはもう避けられません。まあ、これまでもそうでしたし、現在、私も計算機科学の人と話しますけど、やはり、もう自由に使えるものでないとなかなか協力というのは得られないのだろうと思います。少しテクニカルなことになりますが、スマッシュのプログラミングルール、今日の時点でのルールをご紹介します。言語はフォートラン90、95で、MPI と OpenMP で並列化すると。そして、コンパイラの診断オプションを使ってコードのチェックをしっかりすると。ここに書いている通り、インテルコンパイラーやグリーンのコンパイラーで、きちんとチェックしてワーニングが出ないようにすると。そして、これ以外にも PGI コンパイラーなど、複数のコンパイラーを使って、チェックして、バグがないように、また簡単に見つかるようなようにチェックをしていくということを考えています。そして、プロセス間のデータ通信は、パラレル .f90 の MPI ラッパーを利用するようにしています。直接 MPI のルーチン、MPI の Bcast など、そういったものを呼ばずに、コラッパールーチンを呼ぶようにしています。そうすることで、通常のソースコードの中で、use MPI とか、include mpif.h とか、そういったものを書かなくてもいいようにしています。そういったものを書いていないことで、MPI を使わずにコンパイルする場合、単に、ここに書いている通り iFort とか gFortran で、も簡単にコンパイルすることができて、その場合はマクロを利用して、メイクをするだけで、簡単にビルドすることができます。そして、インプリシットノーを利用して、すべての変数を定義します。ずらずらと書くのは大変ですけれども、きちんと書いて、タイプミスなどがないように、しています。あと、配列をアルケード文で確保する場合は、メモセットというサブルーチンを用意していまして、ここで、利用メモリ量をカウントしています。解放するときは、アンセットを読んで、解放する量を差し引くということで、インプットで、使うメモリ量を指定するようにスマッシュではしていますので、こういった使っているメモリ量のカウンターを追加しています。あと7番のこのモジュール変数については、現時点ではパラメータ、物理定数などのパラメータとか、あと式位置やインプットのデータなどを計算中変更しないもののみとしています。例外として、座標も、モジュール変数と今のところはしています。ただ、やはり、この待機変数、モジュール変数を使うと、どこで変数が書き換わるかというのが、計算機科学の人からするとよくわからないということで、将来的には構造体を利用して、途中で計算変わるものはすべて引数渡しにして、モジュール変数を指す、今後、次の次のバージョンぐらいには、モジュール変数を削除する予定です。そして、それで、変数の流れを明確化するようにしようと思っています。さらに、8番目、プログラムを止める場合、何かトラブルで止める場合は、必ずエラーメッセージを出力するようにしています。これは、ユーザー向け、まあ、開発者向けでもそうですけど、なぜ止まったのかというのを明示して、どうすればいいか、解決方法が分かる場合にはきちんと書くと。そうすることで、計算が止まった時のその問い合わせの数を減らそうと。少しでも手間を減らそうという取り組みも行っています。あと、インプットの読み込みとか、チェックポイントファイルの書き込みは、ファイル io.f90 にすべて集約していくと。あと、ディスクへの書き込みは、標準出力とチェックポイントファイルの書き込みのみ
さらに引数で渡された配列のサイズはきちんと明示すると。こうすることで、この2番目に書いているこの診断オプションが有効に働きますから、確保している配列以外のところにアクセスしようとするとすぐに、チェックできますから、配列のサイズは全て明示するようにしています。こちらは、原子軌道の二電積分ルーチンのインターフェースです。データはすべて引数で、受け渡して、まあ、ブラックボックス化しています。ですから、ブラスライブラリのように、もうここで必要なものは引数で全部書いて、で、返ってくるものも引数で返ってくると。青で書いているのが入力で、規定関数とか、あと座標、あと式位置などを入力してやると、2AD という配列項に二電積分の計算値がポーンと返ってくると。ただ、もうこのサブルーチンを呼べば必要なデータが簡単に得られるというふうになっています。この二電積分ルーチンは、最初でもお話した通り、様々な計算、量子科学の計算方法で使われるので、一つ用意しておけば、あとあとの計算が非常に楽になります。また、ガウス関数の、微分は、またガウス関数が出てきますので、二電積分の微分というのは、核運動量、軌道核運動量の異なる二電積分の線形結合になります。ですから、エネルギー用に作ったものが微分計算でもそのまま使えると。ただ、変えるのは、この青で書いている係数の部分と、赤で書いている軌道核運動量、ここだけをきちんと、考えて、書いて、引数で渡してやれば、必要なデータが返ってきて、あとはそれを必要な要素へ足し込むと。それだけで、簡単に微分計算を実行することができます。実装することができます。あと、MPI の、並列のラッパールーチンの概要です。これは、parallel.f92 にすべてまとめて書いています。ですので、先ほども言いましたが、useMPI とか includeMPIF.h は、parallel.f90 の中だけで、使われています。ルーチン名は、まあ、パラなんとかという、あとは、MPI の、サブルーチン名と同じ、ほぼ同じにしています。でマクロを使って、MPI を使わない場合は、そのルーチンは何もしない、もしくは必要ならデータコピーを行うだけの操作を書いています。また、この MPI の通信で、大変になるのが、その整数のサイズです。整数を4バイトで、プログラムをビルドしているのか、8バイトかで、送るデータ量が変わってきます。ですので、この整数のサイズを、このパラレル .f90 の中に、チェックイントサイズというモジュールを作って、そこで、自動判定しています。ですので、開発者はそこは整数のサイズは考える必要はなくて、もう自動的に整数のサイズを判断して、送受信ができるようにしています。例えば、MPI Bcast のラッパーはここに、実数や整数、文字、ロジカルで、こういった名前でのルーチンを作っています。あと、MPI のコミュニケーターは2つ用意しています。MPI COM1 というのが、MPI COM World、最初にイニットからスタートして、作る、全プロセスを含むグループとなっています。これは、インプットのデータの読み込みや送受信とか、様々な計算で、使われています。もう一つが COM2。で、これは、プロセス、例えば数千とか、数万プロセス全体で並列化するには、演算量が少ない場合、
むしろそういったたくさんのプロセスを使ってやると早くなるどころか、並列化で早くなるどころか、通信量が増えて、むしろ遅くなるという場合も出てきます。ですので、少し小さなブロック、グループに分割して、冗長にはなりますが、同じようなことをさせて、少しでも時間、計算時間を減らそうというために用意しています。公開版では今のところ、COM2 と COM1 は同じになっていますが、今後の開発、また公開版ではここを変えていく予定です。入力形式に関してはできるだけシンプルにして、で、まあ、ガウシアンに近い形にしています。ガウシアンとゲームスの中間ぐらいの形式になっていると思います。サブルーチンのリードインプットの冒頭でインプットファイルを左側、下の左側がインプットファイルですけども、これを右側のように変換したファイルを作成して、プログラムの中では実際にはこの右側の変換ファイルの内容を読み込んでいます。ネームリストを使っているので、右側のファイルの上部のように様々な記号をつけないといけないんですけども、ユーザーに全部これを書いてもらうのはハードルが高いということで、その辺はプログラムの中で保管すると。あと、フォートランでは小文字と大文字は別々のものになりますから、基本的には大文字にすると。ファイル名だけは変えないで、それ以外は全部大文字に変えるという操作も行っています。もし変換されたファイルがインプットファイルとして使われた場合は何もしないように、そういった工夫も行っています。さらに、可視化です。スマッシュディレクトリの中に VTK というディレクトリがありまして、そこで、VTK ファイルを作るコードを、チェックポイントファイルから VTK ファイルを作るコードを用意しています。これは、オープンソースのパラビューで、分子軌道を表示することができて、こういった図を、出すことができます。次のバージョンでは、ガウシアンのキューブファイルを作るプログラムも、コードも用意して、様々な量子化を計算用の可視化ソフトウェアで分子軌道を簡単に表示するように、できるように変更する予定です。ですので、次のバージョンでは、スマッシュ VTK ディレクトリではなくて、スマッシュビジュアルというディレクトリが新たにできて、そこに、可視化用のコードが入ることになっています。スマッシュプログラムで使われている並列のアルゴリズムの一部を書いています。左側がハートリフォーク計算で、これは先ほどご説明した通りです。左側がハートリフォークで、右側が NP2 計算で、NPI の並列化は青、そしてスレッドの並列化は赤で書かれています。細かな式は省略しますが、大半が行列行列積となっていて、ここはブラスのレベル3の DGM を呼ぶことで、効率的な演算とスレッド並列両方を簡単に実現することができています。ここからはスマッシュのパフォーマンスを紹介します。まずは DFT の B3LYP のエネルギー計算の性能です。これは K コンピューターでの結果で、10万コアまでのスピードアップ並列加速率を表しています。10万コアでおよそ5万倍のスピードアップで、実行性能は 13% を達成できています。10万コアですと360原子系の DFT 計算、エネルギー計算が2分半で簡単に実行することができます。そして
行列の体格化、ミスの行列ですが、これは3回行っています。SCF の繰り返し計算が最初と最後、それと規定を直行化するためにさらにもう1回、合計3回行っていますが、これの時間が35秒で、これは現時点では0泊使っていますので、ノードの中だけの並列化しかされていません。ですので、コア数が増えても、ここの時間は変わらない、減らないということで、この対角化の時間がスピードアップの CPU コア数を増えた時のその、スピードアップの、低下の原因、大きな原因となっています。ここは今後スケラパックやアイゲンエクサなどプロセス並列化されているライブラリを導入することで解決できると考えています。こちらがハートリホックエネルギーの1ノードの計算性能、単体性能です。並列性能が良くても1コア1ノードでの性能が低ければ意味がありませんので、それをゲームスプログラム、単体性能をゲームスプログラムと比較してみました。比較したところ、積分のカットオフなど条件を同じにしたところ、規定関数によって、数パーセントから最大 40% まで、計算時間を減らすことができて、単体性能でも高い性能を示していることがわかります。続いて、DFT、エネルギー微分計算の性能です。こちらは、エネルギー計算と異なって、対角化計算がありませんから、先ほど示したような40ループの並列化、そこが、大半になりますので、並列化効率はほぼ 100% 高い性能を示しています。そして、鉛筆のエネルギー計算の性能ですが、先ほど示したアルゴリズムによって、通信量と、通信回数を削減することで1万 CPU コアでも高い並列性能を実現しています。ただ、今の、公開バージョンでは中間データはすべてメモリ上に蓄えていますので、かなり大きなメモリがトータルとして必要となります。ですので、メモリサイズで、計算できるサイズが制限されています。それで、小メモリー版を開発しまして、次のバージョンには入りますので、メモリ量で、計算できるサイズの制限というのはなくなります。そして現在、鉛筆エネルギー微分並列計算アルゴリズムを開発中で、次かその次のバージョンで入って、鉛筆法による構造最適化も可能と今後なります。そして、実用的なところを考えますと、1サイクル、例えば構造最適化1サイクルの時間が早くなるだけでは不十分で、最適化回数の削減も非常に重要となってきます。スマッシュでは分子の結合角度二面角の情報を使うリダンダント座標とリッキーバーパラメータを使って、初期ヘシアンを改良することで、最適化回数を、カーテシアン座標 XYZ を使った場合に比べて、5分の1から6分の1に 大幅に削減することができました。これは、ガーシアンプログラムなどにも入っていて、似たようなものが入っていて、ほぼ同じサイクル数となっている、なっていますので、たくさんのノードを使って、構造最適化計算を行えば、スマッシュで非常に早く安定構造を得るということが可能となっています。で、ここからは、プログラムの公開についてです。やはり、これまでの、講師の方々もおっしゃってましたけども、やはり公開というのはやはり大変な作業ですし、どのタイミングで公開するかというのはやはり難しいです。まもなく2時ご
から震度5強の地震発生を想定した避難訓練を行います。しばらく大丈夫なんじゃないでしょうか。あ、じゃあ最初から、このページ最初からまた繰り返します。プログラムの公開については、やはり、そのどのタイミングで公開するかというのは、まあ、これまでの講師の方々もおっしゃった通り難しいですし、どこまで作った段階で公開するかも難しいです。ただ、私の場合は CMSI、特にマテリアプスからのプレッシャーがかなりありまして、まあ、そのおかげで、タイミングの、公開のタイミングを得ることができました。とりあえず、最低限の機能ができたという段階で、スマッシュを公開しました。そして、オープンソースライセンスは、開発当初からもちろん考えていて、まあこの CMSI プロジェクトの中で開発しているということもありますし、技術の共有、ノウハウの共有、また分野全体での開発の効率を考えれば、やはりオープンソースで、公開すべきだろうと考えていました。公開にあたってはウェブサイトも必要になるんですけれども、こちらはマテリアプスライブで作っているページを参考にさせてもらいました。これは GitHub の GHPages を使って簡単に作ることができました。また、先ほどお話した通り入力形式はシンプルにして、さらにサンプルインプットを複数用意しました。そうすることで、マニュアルは最小限、言い換えれば手を抜いたということになりますが、マニュアルはそれほど多くはありません。おそらく多くのユーザーはがプログラムを何か試すときにはまずサンプルインプットを流すと思いますので、そちらの方をしっかり準備するということに力を入れました。ウェブサイトとその中に入っているマニュアルは英語ですけども、国内のユーザーのハードル、国内ユーザーを多くしたいという希望という言いますか、目的もありましたので、日本語マニュアルも用意して、ダウンロードページに置いています。昨年の9月に公開して、1年間で、ダウンロード数が300を超えるぐらいになりまして、また、スマッシュの一部のルーチン、特に電子積分のルーチンは、他のプログラムへ移植され始めています。現時点で、2つから3つがのプログラム、国内のプログラムですけども、移植の作業が終わったところもありますし、され始めようとしているところもあります。またスマッシュを用いた共同研究がいくつか始まっていて、計算実行として、K を使って計算するという研究もありますし、また、他の方法とスマッシュをくっつけるという開発の面での研究も始まっております。また、公開前に全ての環境では試すことはできなかったんですけども、他の方が試してみて、いくつかトラブルが、ビルドができない、こういったエラーが出ると。いった連絡をいただきまして、それらを修正して、新バージョンを公開しました。やはり公開することで、多くの方々のチェックが入りますので、一人もしくは、ごく一部の開発者だけでは手が回らないところまで、カバーできるのかなと思います。そして、巨大な分子の計算をしている人から、SF の繰り返し計算の収束の問題、収束がしないとか、振動する、エネルギーが振動するなど、トラブルの連絡が複数あって、現在対応中で、他のプログラムで入っているようなテクニックを現在実装中です。
そして、ソースコードを含めた公開で情報共有が量子科学分野を超えて広がっていると思われます。例えば、先ほどの、構造最適化の、サイクル数を減らすと、分子の結合や角度などの情報を使って、ヘシアンを改良する部分、そういったところは、他の分野の方も興味を持たれて、いますし、やはりこういった公開を含めて公開することで、いろいろな広がりが出てきているのかなと思います。また計算機分野の方からの問い合わせもあって、そういった方々からそのプログラム、より良いプログラム、また使いやすい、そして今後の開発につながるアドバイスをいただいております。計算できる方法がまだ他のプログラムに比べて少ないために、問い合わせはまだ多くはないので、現時点では一人で対応できていますが、これから様々な機能拡張をしていく中で、一人ではもう対応できなくなり、そのチームなり、協力者が今後は必要になってくるのかなと考えていますが、そういったのもオープンソースでやっていることで、新たな仲間が増えればいいなと考えています。ここからはミニコア、これから、まあ、ポスト系も含めたこれからの開発に向けて何をしなければいけないかについて、個人的な考えとあと具体的な取り組みを紹介します。ミニコアということで、やはりスレッド並列 1ノードの中のコア数を増えるということで、オープン MP の並列効率の向上が、これから5年10年最も重要でになるのではないかと思います。場合によっては演算量を増やしても同じデータへのアクセスの競合やオープン MP のリダクションを削減した方が計算時間につながる可能性は十分あります。例えば MD の作用反作用を使うかどうか、そういったのと同じ話です。そして使用メモリ量の削減です。ノードあたりの演算性能はこれからさらにどんどん伸びると思いますが、メモリ量はそれほど増えない可能性が高いと思われますので、いかに使うメモリ量を削減するか、これも重要な課題となると思います。あと通信時間の削減で、今経営でもされているところはあると思いますが、計算と通信のオーバーラップ、これをはもう不可欠になると思います。比較的最近出た、富士通の FX100 では1ノードに32個の演算コアプラス2つのアシスタントコアが入っていて、このアシスタントコアで、OS とか通信を担当しているということで、計算と通信のオーバーラップが容易にできるようなシステムとなっています。また演算に、その影響を与えない範囲で通信をオーバーラップさせることができます。あと、通信のバンド幅は多少上がるとは思いますが、レイテンシーたった1バイト送るだけでも必要な、時間、これはあまり望めないと思われますので、やはりもう演算と通信は、同時に行うというのがますますこういったところからも重要になると思われます。あと SIM度幅の増加、これから増えていく、もう少しは増えるでしょうから、ドゥループやフォーループでうまく書くということもさらに徹底しないといけませんし、あと、開発コストの削減、これは、1プログラムだけの話ではなくて、分野として、どう削減していくか、これも重要となってくると思います。そこで、モジュール化やライブラリー化を促進して、似たようなアプローチの人たちで、もうコードを共有する、同じようなものを作らないと、
それぞれ、自分の、そのやりたいことに特化したところに時間をかけて、共通する部分は、みんなでシェアすると。さらに、Python を用いた効率的な開発も、これからは有用になってくると思います。すでに、K でも Python を使って、その計算をコントロールするということが始まっていまして、Python を使ったコントロールでも、計算時間は増えないといった成果も出てきていますので、特に、複数の方法を組み合わせる場合、例えば、第一原理 MD ですとか、QMMM、また、分割法、例えばフラグメント MO 法など、そういった、複数の方法を組み合わせる場合ですとか、分割方法とか、そういった場合には、もうコントロールは Python であって、必要なものを Python から簡単に呼び出せるようにすると。そういったことで、開発、コストを、実装コストを大幅に削減できるのではないかと考えられます。それでは具体的な例について、3つほど紹介します。OpenEP の並列効率のさらなる向上ですが、振り分けるタスクの数を増やす。ですので、そのタスクの流度を小さくするというのが一つです。例えば、ハトリオフ計算で、左側、改良前が、すでに今、スマッシュに入っている、分け方です。現時点では、一番外のループだけ、OpenMP で分けているんです。では、このページ、の始めからやり直します。具体的な例として、一つ目が、OpenMP のさらなる向上で、振り分けるタスクの数を増やす。言い換えれば、タスクの流動を小さくするということです。ハートリフ計算では、左側が今、スマッシュに入っている、やり方で、一番外のループだけ OpenMP で分けていますが、改良後は、右側のように二つのループをまとめて、OpenMP で分けると。そうすることで、振り分けの数を増やして、たくさんのコア、メニューコアになっても、きちんと、負荷分散が極力均等になるようにすることができます。これを、分子圏のスパコン、ジオンの、28コア、一問の28コアのマシンで、インテルの V-Tune アンプリファイアという開催機ツールを使って、見てみました。3つ図を、示していますが、一番上が改良前で、8コアだけ使った場合です。8コアだけ使うと、ほとんど、濃い茶色、となっていて、これは演算が、ほとんどが演算を行われているという意味です。そして真ん中の改良前の28コアを使った場合ですと、オレンジ色の割合がかなり増えています。これは、オーバーヘッド、具体的な待ち時間、まあ、主には待ち時間となっています。例えば、ここを見てみます。このポインターで、示しているところを見ますと、真ん中の図の上、3行目のところだけ、ここが、オレンジ色が非常に短いということで、ここだけ演算量が、このスレッドだけ演算量が非常に多く割り振られているということがわかります。そのために他のところが長い間待たされていると。そこで、一番外のループだけではなくて、二つ目のループも合わせて、OpenMP 化することで、一番下の図のようになって、待ち時間を大幅に減らすことができています。そして、計算時間を見てみますと、改良前の28コアですと、
トータル17秒ぐらいかかっていたのが、改良後ですと14秒弱ということで、待ち時間が減ると同時に、計算時間、トータルの時間も減っています。もう一つがメモリー使用量削減です。鉛筆計算では途中の中間データが非常に多くなりますので、これを一度に全部メモリーに載せるのではなくて、原子軌道の二電積分を複数回計算することで、途中に蓄える一度に蓄えるデータ量を減らすというアプローチです。左側が今スマッシュに入っているコードで、右側が、データを分割して、その代わり二電積も複数回計算するというアルゴリズムです。このように、外側に IJ のブロックを持ってくることで、途中に蓄えるここの第二変換のこれが、メモリ上に蓄えられるわけですが、これの数を減らすというアプローチをとっています。こちらが計算時間と、メモリ使用量の結果です。下の表を見ていただきますと、この IJ ブロックが1、これは、オリジナルの場合ですけれども、これは、この場合ですと全部、中間データを一度にメモリ上に、保存する、置くということで、100ギガ、101ギガぐらい、メモリ量が必要となってきます。そして、ここ2番目、2回に分けた場合ですと、メモリ量が、半分にすることができています。しかし、その分、二電積分を2倍計算することになりますので、計算時間が増えますが、ただ、そのコストというのが極端に大きく増えるわけではなくて、計算時間としては約2割ぐらいの増加で、メモリ量を半分することができています。さらに、3分割した場合ですと、メモリ使用量は34ギガまで減らすことができて、その代わり増える、計算時間というのも、4割ぐらいの増加で、とどまっているということで、多少計算時間を増やしてでもメモリ量を減らすというアプローチは、非常に有効ではないかと思われます。最後に、通信時間の削減です。先ほどの鉛筆計算の通信量は K の4乗に比例して増えていきます。今回、2ノードと4ノードの簡単なデータしか取っていませんけれども、それでも鉛筆計算全体の中での通信時間を見てみますと、約、インフィニバンドを使った場合でも1割前後かかっていると。これが、さらにノードを増やしていきますと、おそらく通信時間がかなりドミナントになってくると思われますので、計算時間と通信時間をオーバーラップさせるというのは、今後避けられないだろうと思います。最後に、人材育成について少し触れたいと思います。これは、スマッシュの話ではないんですけれども、今後、ポスト経営を考えたときに、やはり開発できる人材を増やしていかないと、いけないだろうということで、私が関わってきた内容について、ご紹介したいと思います。ポスト経営は経営よりも取り組むべき内容、開発する内容、考える内容が、おそらく増えていく。より増えていくと思いますので、先ほどご紹介したモジュール化やライブラリー化で、分野内での共有で開発コストを削減するだけでは、不十分なところが、そういった分野は多いだろうと思います。ですから、開発できる人材を増やすことも重要となってきます。特に、若手をどのように育てるか、これは大きな課題だと思います。論文や本、またオープンソースのコードを読んで自ら成長してもらう
もちろん、自ら努力してもらうのは一番重要なんですけれども、それ以外にも、今、CMA サイドを行っているような、こういった授業とか、あと、合宿形式の実習、そういったことで、効率的に引き上げる、またアドバイスするということも必要だろうと思います。訓練、火災発生、火元は本館3階、哨戒技室、ヘルメットを着用の上、安全な履物で落ち着いて階段を使用し、屋外へ避難してください。集合場所は武田先端地ビル前です。では続けます。ですので、自ら学習してもらって、学習してもらうということで、放っておいても数年あれば K レベルに到達する人はある程度はいると思いますが、それではもうポスト K には間に合わないということで、ポスト K の戦略に早くなってもらうためには、いかに効率的に、またこれまで CMSI のメンバーが培ってきたノウハウ、情報をいかに効率的に伝えていくか、そういったことを考えていく必要があるんだろうと思います。また、成果、アルゴリズムやプログラム開発は、物理や科学の分野以外に、情報系にも積極的にアピールしていって、その新たなキャリアパスを幅広く設けていくということも、やっていくべき内容の一つだろうと思います。これまで、私が幹事として関わってきた人材育成の取り組みについて、少しご紹介します。こちらのページでは、2012年の若手技術交流会、この年度は第6回と第7回2回行いました。内容としては富士通の FX10 で、各参加者の持ってきたプログラムのコンパイルビルドとチューニング、もしくはフリーソフトのコンパイルを行うというのが第6回目で、様々な情報が得られました。これここで、30件書き込みがありました。この時はまだ K が試験利用の時だったかと思います。もしくは一般共有され始めた時かどちらかと思います。ですので、まだノウハウ等が十分関係者で共有あまりされていないという段階でしたので、こういった取り組みを行いました。そして第7回が各自のプログラムの FX10 での解析とチューニングがメインで、の内容として行いました。ここでチューニング成果の書き込みが18件ありまして、また計算時間を3割以上削減できた参加者が5名以上いたということで、大きな成果を得ることができました。その他に、CMSI の神戸拠点で、K を含む、HPCI 一般利用枠申請に向けて、集中的に、サポートしていこうということで、こういった取り組みも行いました。先ほどの若手交流会では、リストと富士通の方にも協力いただきまして、こちらの一般利用枠申請に向けた取り組みでは、富士通から、毎日2名応援をいただいて、様々な支援をしていただいて、大きな成果を出すことができました。これに参加した参加者のうち3組が K の一般枠に採択されています。こういった取り組みでは毎回全員が集まって情報共有を行う時間を設けて、一個人のレベルアップだけではなくて、情報共有で全体のレベルアップを図るということを行いました。また、現在この若手技術交流会と特訓
の成果を一箇所にまとめる作業を進めている最中です。まとめです。アルゴリズムやプログラムの開発コストは今後ますます増える可能性が高いです。ですので、分野全体でいかに効率的にやっていくかということが重要になりますので、そのための手段としてオープンソースでのプログラム公開は非常に重要だと思います。また私自身としてはプログラム公開によりさまざまな意見や批判や協力が届きまして、今のところはさらなる開発の原動力になっています。並列アルゴリズム開発では負荷分散、データ分散、通信コスト削減、高速化、こういったことを同時に全て考慮して行う必要があり、計算式から考え直す必要もありますから、こういったことができる人材を育てるというのは今後大きな課題だと思います。またこれからのメニコア、ポスト系も含めて、これからの計算機を効率的に使うためにはこういったスレッドの並列や通信コスト削減、またメモリ使用量の削減が重要になると考えられます。以上です。